クランブル、気を盗も、ブラインナップがケツ、寝てみ、バスケットボ、ル日本大、今日は今日、富山市総合、体育館にカザフスタン、お迎えは、ルドカップアジアよ、千の十四、ゴーメを戦った。第一クォーターは日本の、シクゾーンディフェンスの外から、カザフスタンが思いせつ、利欲放つ、3ポイントシュートが8本15本と高確率で決まりびはインドを押せ追うも日本はガード陣がボールを動かし積極的なドライブからニッコファジーカスへと集めて粘りを見せる。19対25で始まった第2クォーターファジカスがベンチに従っている間、未強度の高、イ・マンツーマンディフェンスでそう、手の勢いを、シャットアウト。高さと強さは、あるがスキルは決して、高くないカザフスタン。が、勢いを、止めれば前、半16ターンオーバー、とアラが出た。開始3分半を無失点にそもそも得る間につい上げ、江島慎のバスケットカウントで25-25と追いつく。その後は一進一退の攻防となるも、カザフスタンの3ポイントシュートを許さず、ファジーカスがシュトレンジの広さを生かしてペイントエリアの遠目からのシュートを高確率で沈めていく。前半終了のブザーとともに決まったかと思われ、里賀氏勇気の高速アタックからのフローターはビデオ版上の末にシュッと消された。が、34-33と逆転して試合を折り返した。ただ後半は今日、旅の高いディフェンスでファウルが先行し、竹内ジョージがファウルトラブルでベンチに従り、6分を残してチームファウルが4つに立ち、する苦しい展開に。それでも打ち合いの展開で一歩も引き、数追い疲れたと、コロレババ雄大のダンクが飛び出し、張本天ケツがチーム最初の3ポイントシュートを沈めて、苦しい10分間を6-2-5-8トリードし、手乗り切る。最終クォーターもディフェンスの今日、旅を落とさずにカザフスタンに地よしを与えず、70対62で迎えた残り7分、相手のドライブに反応して日本が激しく囲い込む。ディフェンスでボールを奪うと、カザフスタンのヘッドコーチが反常に不満を言ったことでベンチテクニカルを取られる。これで得たフリースローをファジーカスが決め、さらにポストプレーからの一応 N1 も制し、手突き放した。ここでファウルトラブルでベンチに下がっていた竹内ジョージをコートに戻して試合を決めに行ったのだが、ここで思わぬアクシデントが起こし、切る。
竹内が戻って早々に個人4つ目のフアウルを判し、さらにテクニカルファウルもコールされて、そのまま退場に。さらに直後のプレーで後を支えるべき張本も5つ目のフアウルで退場となってしまった。残り約5分、ディフェンスとリバウンドの鍵となる4番ポジションの選手が不在となるピンチに指機関不利を、ラマスは馬場を4番に据え、富樫、比江島、田中と平要するすもブラインナップを採用。追い上げなければならな、イカザフスタンの強引な攻めを切、チリと止め、目、スピードを生かし、で逆襲する。残り3分、馬場のミドルジャンパーが決まり7、9の6、8と、再びリード、お二桁に乗せると、馬場のスティールから日、江島がタフな3ポイントシュートを決めて8、2の6、8と突き放す。さらには比江島とのピックアンドロールからファジカズが4、1得点目となるジャンプシュートを決めて勝る。リオ決定付き、蹴った際、スイスコア8、6の7-0。ファジーカスが41得点、15リバウンドとまさ、二大黒柱の働きを見せ、ただ、比江島、田中、馬場という、日本が誇る、タレントが、存在感を発揮。このところ、インサイドで、不可欠な存在となって、いた竹内譲る、次がファウルトラブル、で苦しんだ。が、太田敦史、矢と長本が、つなぎ、最後、はスモールラインナップのスクランブル起用、が見事に通、立った。序盤はカザフスタンの3、ポイントシュートが通、たり、ビハインドを背負い、中盤以降はファウルトラブル、に苦しんだ。が、個々の、タレントが、持ち味を発揮する完勝となった。これで日本は6連勝。